何をしている、マーグリス。されという命令が聞こえなかったのか。恐れながら警官、このままでは我ら発祥の地がグノーシスに。構わぬ、すべてはこの日のためにあったのだ。ですが、ここにはザラトゥーストラが。あれなくして死の眠る地ロストエルサレムに帰ることは叶いません。そうではなかったのですか、警官。どうやら君は大きな勘違いをしているようだね。そうさ、驚いたかい。君はこれまでよく尽くしてくれた。だけどいささか信仰心が強すぎたようだね。強すぎる信仰心は己が目を曇らせる。見えるべきものが見えなくなるのさ。だけどそれもまたよし。君たちはオルムスのその発祥を知らないだろうから教えてあげるよ。オルムスの発祥は今から約6000年前、君たちが主と崇める一人の男の死から始まった。表向きはその男の存在を後世に伝えるため。だけどね、裏のその本来の目的はその男が残した言葉を管理するために存在したんだ。君たちがレメゲトンと呼んでいるあのプログラム、あれこそがその言葉。この宇宙を散逸させるに足る神によって仕掛けられたフェイルセーフなのさ。君たちの主と呼ぶあの男もそのことまでは知らなかったみたいだ。それはそうさ、あの言葉はイエオーシュアの言葉だったのだから。僕はこの宇宙を散逸から守るためにその言葉を管理し、そして監視する組織を作った。それがオルムスの本来の目的さ。言葉だけじゃない、太古から伝えられる神の遺物、それらすべてをね。あれらは人が扱うには度を過ぎたものなんだよ。我らの悲願、ロストエルサレムへの回帰は偽りであったと。ああそうさ。だけど君たちが君たちであると律するための言葉、あんな場所に帰ってどうしようというんだ。消えるべくして消えた場所だ。君たち人の業によってね。なればこれまで我々のしてきたことは全て無駄であったとそう申されるのですか。無駄ではないさ、君自身が無駄ではなかったと思えるのであれね。そのために僕は存在し続けたのだから。さあどうする、マーグリス。君は君が君であるための選択をしなくてはならない。この場を去るか、それとそう、君は決して後悔をしない人間だ。それこそがフィナーレを飾るにふさわしい役者の姿だ。